皆様、お待たせいたしました。令和6年5月12日、場所は沖縄、パイナガマ、健やか海空、公園グラウンドにて行われます。第2回ビアコボールがまもなく行われます。試合開始12時キックオフ予定です。本日の一戦対戦カードは、地元にあります宮古島シーホークス対琉球ガーディアンライオンズの一戦となりました。その両チームの首脳陣、フィールド中央を集まりまして、これより試合開始前のコイントスを行います。
ともに両チーム歴史は浅く、琉球ガーディアンライオンズは2010年に発足、そして宮古島シーホークスは2011年発足という非常に若いチームの対戦となります。しかし両チームともこの遠く離れました沖縄の地におきましてアメリカンフットボールに邁進しております。琉球ガーディアンライオンズに至りましては、一昨年シーズンより X リーグに参戦し X1 昇格を目指し現在奮闘しております。宮古島シーホークスのそれに続かんとこの一戦に挑みます。コイントスの結果、宮古島シーホークスキックオフ、琉球ガーディアンライオンズリターンで試合が始まります。両チームサイドラインに散りまして檄を飛ばし、これより試合開始の時を告げます。まず試合は、宮古島シーホークスのキックオフで試合が始まる形になります。キックオフを務めますのは宮古島シーホークス70番の高見沢、失礼しました、高見沢です。チームキャプテンがこの試合のキックオフを務めます。対しましてリターナーとしては琉球ガーディアンライオンズ9番と29番が配置しました。9番は篠宮、29番は中村です。琉球リターンに入った、ナイスリターン、琉球ガーディアンライオンズリターナー29番、ボールを持ちましてから中央疾走、味方ブロッカーいたしましてフィールド中央ハーフウェイ付近目を戻しまして、この位置から琉球ガーディアンライオンズの攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し攻撃権更新を繰り返すか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは琉球ガーディアンライオンズ自陣48ヤードからファーストダウン点1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は10ヤード、さあまずランプレーに入りました。ランニングバック33番、ハンドオフを託されまして中央突破、オフェンスラインのブロックを生かし約5ヤードのゲインとしています。ファーストダウン地点までが攻撃獲得距離となりますので、先ほどのランプレー約6ヤードのゲインでしたが残り距離4ヤードとなりましてセカンドダウン2回目の攻撃と変わります。見事なランをしましたのはランニングバック33番の藤本でした。大阪経済大学出身のプレイヤーです。さあ琉球セカンドダウン42回目の攻撃に入ります。パス成功、
今度は手前にいました、ワイドレシーバー28番にパスを通しました。これにより約3ヤードほどゲインとなっております。見事前進していますが、しかし残り距離1ヤード残しサードダウンに変わります。パスキャッチしましたのは28番のヨミネでした。東京国際大学出身のプレイヤーです。さあ琉球サードダウン、失礼しました、攻撃権更新になっています。先ほどのパスにより攻撃権は更新しましてファーストダウンになりました。従いまして、琉球ガーデンライオンズ1回目の攻撃を再び獲得しております。ボールオンは相手陣40ヤードに迫ってのファーストアウト。さあ今度はランプレーです。ランパス織り交ぜ、今度はランプレーを展開しました。ダニバック、9番でしょうか、ハンドオフを託され、33番が中央突破しまして見事1回で攻撃権更新し1回目の攻撃を再び獲得しております。33番藤本、ランプレーで素晴らしい地上戦を披露しています。さあ宮古島としては何としてもこの位置で食い止めたいところです。ボールオンは宮古島陣30ヤード付近で、琉球ガーディアンライオンズファーストダウン10。さあ琉球はランを重ねます。今度も中央付近へランプレーを重ねまして33番、これも攻撃権を更新です。琉球ガーディアンライオンズファーストダウン。ここは琉球ガーディアンライオンズオフェンスライン陣のパワー強しと考えまして地上戦によって徐々に陣地を有利に進めていっております。エンドゾーンに迫ってまいりました、琉球ガーディアンライオンズ相手陣25ヤードからのファーストダウン10。失礼しました、ダウン改めます。先ほどのゲインは5ヤードでした。従いましてセカンドダウンの攻撃になっています。パス成功、ファースター。今度は琉球ガランナー4ズクォーターバック7番、左に展開していたワイドレシーバー9番にパスを通しまして攻撃権更新です。琉球ガランナー4ズファースター。今度は空中戦で陣地を押し上げました。見事なパスを投じましたがクォーターバック7番の藤原取りました。ワイドレシーバー9番は篠宮です。藤原は千葉商科大学出身、篠宮は琉球大学出身のプレイヤーです。さあ琉球相手陣13ヤードからファーストダウン10。このパスは成功。ここで琉球はスクリーンパスを投じようとしました。ロングパス投じずを見せかけ手前にいたレシ、ランニングバックに短いキャッチアンドランを図らせるデザインプレーですが、これは宮古島は見事なディフェンスでこのプレー阻止しております。前パスが失敗ですと攻撃は1つ失いましてセカンドダウンにこの場合は変わります。従いまして琉球ガーデンライオンズセカンドダウン10となります。琉球ガーデンライオンズセカンドダウン10。中央ランプレータッチダウン。ここで琉球はランニングバック33番にハンドオフ、ハンドオフを託された33番オフェンスラインのブロックを生かしてそのまま中央駆け抜けましてエンドゾーンに入り込みタッチダウン。琉球ガーデンライオンズランニングバック33番藤本のランにより6点先制となっています。続きまして琉球トライフォーポイントに入ります。タッチダウンの後のワンプレーです。琉球はキックフォーメーションを取りました。このキック決まりまして1点追加、琉球ガーデンライオンズ7点、宮古島シーホークス0点。まずは琉球がランパス巧みな攻撃を展開しまして先制となるタッチダウンを挙げる形になりました。アメリカンフットボールは得点パターン大きく分けて2通りになります。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト前に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはこの後にボーナスのワンプレーがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込みますと2点追加となります。
これ以外の得点パターンとしては自殺点、自陣のエンドゾーンで倒されるセーフティーがあります。この場合は2点の失点となります。この結果アメリカンフットボール得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りとなります。この足し算によりまして引き分けが起こりにくい決着方式になっています。さあ、そしてアメリカンフットボール得点を上げた側のキックオフで試合再開です。ラグビーとは違い得点が上げた側がキックオフし、失点した側が次の攻撃を得やすいようになっています。さあ、宮古島、リターンに入った。こちらもリターナー中央突破を図りまして自陣28ヤード付近で攻撃位置を確保しています。今度は宮古島シーホークスの攻撃に変わります。さあ、先ほどは守備の方で失点を許してしまいました宮古島ですが、なんとか今度はこの攻撃で取り返しまして状況を互角に持ち直したいところであるでしょう。その意味でもここからの攻撃シリーズ非常に重要です。宮古島シーホークス自陣29ヤードからファーストダウン10。こちらもまずランプレーから入りました。何よく3番にハンドオフしまして3番左オフタックル付近に飛び込み約3ヤードから4ヤードゲインとしています。キャリアとなりましたが宮古島シーホークス3番の小島です。宮古島シーホークスセカンダウン7、2回目の攻撃に入ります。攻撃圏更新距離は必要距離7ヤード。今度はトスしましてランニングバック3番を右オープン展開図らせました。しかしこれは琉球ディフェンス上がりよくむしろ5ヤードロスに変えています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、交代をロスと表現します。さあ、押し下げられる形になった宮古島ですが、なんとかこの状況打開を図りたい。宮古島シーホークスサーダウン11、3回目の攻撃に入ります。攻撃圏更新必要距離は11ヤードとなっています。 CA 様メッセージありがとうございます。この試合は X2 ですか X3 ですかという内容のメッセージですが、この試合自体は、独立リーグとの、X3 のチームにあります交流戦という形でご理解いただければ幸いに思います。さあ、サードダウン11どうするでしょう琉球、宮古島シーホークス。パス不成功、パス不成功の判定です。クォーターバック7番下がりまして奥に走り込んだレシーバーにパスを投じようとしましたが、そのパスを投じる際にパス叩かれました。パスモーションに入っていたためパス不成功の判定という形になります。従いましてダウン1つ失って宮古島シーホークスフォースダウンに変わります。現在は琉球ガーデンガリオンズは X3 所属になっております。そして宮古島シーホークスは現時点では独立リーグという独立の存在という形になります。さあ、宮古島シーホークスフォースダウン11の状況、フォーメーションを変えました。パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる攻撃放棄となります。しかしそのキック力により陣地挽回を図ります。パントは大きく蹴り返しまして、琉球陣30ヤード付近で外へ出まして、この位置で攻守交代となる模様です。攻撃変わりまして今度は琉球ガーデンライオンズに変わります。
ここでレフェリーによりますウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールはその当日の天候、気温、さまざまな気象条件を鑑みまして、審判団がクォーターの半分で、ウォーターブレイクのタイムアウトを入れるケースがございます。本日の視線は5月ではありますが、南方にあります、八重山諸島にあるこの宮古島の気温を鑑みまして、ウォーターブレイクが入ります。早速チャット欄、多くの方々のメッセージありがとうございます。ぜひこのインターネット、そして YouTube 上から、この試合をご覧いただき、そして両チームへのエールをお願いしたいと思います。ダイハード打線、ダイハード打線様、チワリオのメッセージ、ゲイブ・エルバーズ様、レッツゴー、RGL、これは琉球ガーデンアンダーズですね、ハンマーさんも同じくチワリオのメッセージありがとうございます。町田浩二様も、錦の旗を持って帰ってくれというメッセージ、これも、素晴らしいエールとなるでしょう。ぜひこのような形でチャット内のメッセージも皆様よろしくご協力お願い申し上げます。こちらの方にメッセージが多くあります場合、 YouTube はそのライブ配信を多くの方々に閲覧するように、斡旋していくようにプログラム化されていると聞いています。このメッセージがこの両チームへの大きなエールになるという形になりますので、ぜひご協力お願い申し上げます。さあ、ウォーターブレイク解けまして試合再開となります。状況は琉球ガーデンアイランドの攻撃、ホールオン自陣37ヤードからファーストダウン10で試合再開です。パス成功、しかしナイスディフェンス。ここで琉球、まず左に展開した9番にヒッチパス、短いパスを通しまして、そこからキャッチアンドランを図らせました。しかしここで、琉球ガーデンアイランズ33番見事に対応しまして、このプレーを5ヤードのロスでとどめております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られます。負傷者の対応終わりますのでしばらくお待ちください。先ほどのプレーキャッチしましたのは、琉球ガーデンライオンズ9番の篠宮でした。琉球大学出身です。それを仕留めましたのは23番ですね、23番の山本でした。こちらは宮古島シーホークスの選手です。現在画面上に試合の途中経過にあります、現在残り時間が経過表示されておりますが、実際の表示が現在が、こちらのスタンド上からは確認ができないため、正確な時間ではございません。あくまで試合進行状況を確認する目安としてご理解いただければ幸いに思います。現時点での、試合が止まっております、残り時間は、確認ができておりません。その点ご了承ください。さあ、試合再開となります。琉球ガーデンライオンズセカンドダウン5で試合再開です。ボールオンは自陣42ヤード。パス成功、ファースター、
クォーターバック7番、右に展開したワイドレシーバー29番にパス、29番これをキャッチしまして攻撃権更新です。琉球ガーデンのヨズファサー、見事なパスを投じましたのはクォーターバック7番の藤原、取りましたワイドレシーバー29番は中村でした。藤原は千葉商科大学出身、中村は城西大学出身のプレイヤーです。さあ琉球攻撃権を1回目に戻しまして、相手陣46ヤードからファーストダウンテイ、これは宮古島ナイスディフェンス。ここで琉球はドロープレー、パスに見せかけたランプレーによりまして中央突破を図りましたが、これを読みました宮古島9番、見事なチャージかけて約3ヤードロスに変えています。素晴らしいディフェンスを披露しましたのは宮古島シーホークス9番のデニー・トーリです。さあ押し返しました宮古島、琉球これを跳ね返し再び攻撃前進図れるでしょうか。琉球ガーデンライオンズセカンドダウン13、ボールオンは相手陣48ヤード。パス成功。ファッサー。ここで琉球パスプレーによりこの状況を突破しました。クォーターバック7番からワイドレシーバー9番にパスを通し、9番そこからキャッチアンドラン、タックルを受けましてそこからセカンドエフォートを駆使しまして攻撃更新としました。琉球ガーデンライオンズファースター、ここは一日の長あります琉球、素晴らしいプレーを披露し状況打開をいたしました。さあ琉球再び攻撃権1回目に戻しまして、琉球ガーデンライオンズファースターアンテ、しかし宮古島も食い下がります。今度は中央への琉球のランプレー、宮古島ディフェンスライン奮闘しまして、このランプレーをほとんどゲインなくセカンドダウンに変えています。ナイスディフェンス。さあ宮古島もフロント陣踏ん張りまして、この状況打開図っております。琉球セカンドダウン11、ボールオン相手陣32ヤードの位置にあります。ここでパスプレーを琉球投入しました。内側に入ってきたレシーバーにパスを投じましたが、これがコントロールミス、あわやインターセットというリスクがありました。宮古島5番、非常に惜しいチャンスを結果的には得られませんでしたが、しかし結果的には琉球の攻撃1回失敗しておりまして、次は3回目の攻撃サードアンに変わります。さあ結果的に攻撃継続になっています琉球、サードアン11、パス不成功、ナイスパスカット。ここで琉球パスプレーより状況打開図りましたが、この投じられたパスを宮古島ディフェンスラインがパスカットしましてパス不成功と変えています。結果琉球フォースダウンに変わります。さあ琉球最後の攻撃権フォースダウン、どのようにしますでしょう。フォーメーションを組みました、プレーを選択します。琉球この11ヤードワンプレーにかけます。ギャンブルプレー、フォースダウンギャンブル。パス成功、攻撃権更新、ファースダウンギャンブル成功。ここで琉球奥にレシーバー走らせ、その手前にとどまりました9番にパス、見事これを9番キャッチし攻撃権更新になりましてギャンブル成功。琉球ガーディアンライオンズファースダウン獲得です。さあ窮地出した琉球、相手陣さらに迫ってまいりまして相手陣20ヤードからファーストアウト。
成功。クォーターバック7番ハンドオフェイから左オープン展開した3番にパス。このパスを3番キャッチし、約8ヤードから9ヤードのゲインとしている模様です。失礼しました、ダウンの更新確認いたします。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終了となりまして、琉球ガーデンライオンズ7点、宮古島シーホークス0点、琉球ガーデンライオンズがワンタッチダウンリードする形で第2クォーターに変わります。